セミステンレス車両は内部構え体に普通項を使用し、車体外反にのみステンレス鋼を使用した鉄道車両やバスのこと。外反のみをステンレス鋼板としたことからスキンステンレス車両での公式名称とも言われる。1 9五十年代から出現したが、その後構え体や台ワクまでステンレス構成のオールステンレス車両が普及したことから日本における製造は 基本的に1960年代から1980年代までにとどまっているセミステンレス車両の例外見からはオールステンレス車両との区別は不可能である東京夢の下町で使用されているセミステンレス製バスアメリカ合衆国台湾韓国などでは主に観光バス長距離バスにおいて外販をステンレス製とした車両が採用されている例がある 日本国内では過去に札幌市交通局の観光バス、寝台バスや昭和自動車でステンレス製外反の採用例があった。現在では東京都交通局の観光路線バス、東京夢の下町や京成トランジットバスの東京、ディズニーリゾートパートナーホテルシャトルバスなど一部に限られている。いずれも前車は日野レインボーを後車は日野 ブルーリボンをベースに、東京特殊車体で改造されたものである。東京急行電鉄では、東急世田谷専用として1999年から2001年に、かけてデハ300型を軽量セミステンレス車体として、設計、導入したが、これは、江ノ島電鉄の車両のように防錆比上及び、外観デザイン上の要請で骨組みと外反にそれぞれ、 普通校とステンレスを混用したものではなく、単純に構成の骨組みに、ステンレス板を貼り付けていた、過去のセミステンレス車体とは同等の構造で、製造された最後のセミステンレス車両と言える。ありがとうございます。